オルランドディラッソ、オルランドディラッソ、オーランドディアイラス、イタリア語系、オルランディスラッス、オーランディスラスース、ラテン語系、1532年から1594年6月14日、ミュンヘンは、後期ルネサンスのフランドル学派の作曲家。名前の表記としては、近年では、オーロンドデラスースやローランドデラスースなども、使われるようになっている。 ローマ学派の序盤にピエル・ルイジ・バ・パレストリーナと並んで、今日ではフランドル学派のよく練れたポリフォニー様式を最も代表する作曲家の一人とみなされており、16世紀末のヨーロッパでは最も有名で最も影響力を振るった作曲家であった。少年は1532年頃とされているが、厳密には不明。しかし、 この時代の作曲家にしては珍しく出生地が分かっており、ゲンベルギー、エノー州のモンスに生まれている。通称から割り出された使命は、ローランド・ドラットル、ローランド・デ・ラトラ。追い立ちに関する資料に乏しいが、確証のない逸話がいくつも伝えられており、中でも最も有名なものは、あまりの広いない美声に3度も誘拐されて、イタリアにたどり着いたというものである。12歳の時に、 フェランテ・ゴンザーガに連れられ、北海湾岸のネーデルラントを旅立ち、マントバとシチリア、そして、1547年から1549年まで、ミラノに足を運ぶ。ミラノ在住中に、マドリガーレ作曲家のオステダ・レッチョ、ハースタダ・レッチョの面識を得て、初期の作曲様式に影響を受ける。1550年代初頭からナポリで、コンスタンティーノ・カストリオートにより、 声楽家兼作曲家として雇われる。ラッソの最初期の作品は、この時期まで遡ると推定されている。それからローマへ移り、同地のフィレンツェクゲに仕官した。1553年には、ローマのサンジョバン・イナテラの大聖堂学長に就任する。わずか21歳の人間にとっては、花々しい名誉職であったにもかかわらず、ラッソは、わずか1年間だけで離職してしまう。後任は、 パレストリーナ、1555年着任。1554年になると所在についての確たる証拠がなくなるものの、当時の主張によると、フランスとイングランドを訪問していたという。1555年に、ネーデルラントに帰国し、初期作品をアントウェルペンにて出版した。1555年から1556年。1556年に、 バイエルン公アルブレヒト5世の宮廷音楽家に採用される。ラッソはミュンヘンに勤めるネーデルラント出身者の一人であったが、しかし格段に有名なネーデルラント人であった。1563年には学長に昇格。どうやらミュンヘン時代は幸福だったようで、この地に定住することを決め、1568年に初体を持ち、後に作曲家になる息子二人を設けた。 ラッソは、終世にわたって、バイエルン宮廷に奉公し、アルブレヒト五世とその後継者、ビルヘルム五世に仕えた。ラッソが1560年代までに、かなり有名になると、ミュンヘンに留学して、ラッソの門を叩く者も現れるようになった。アンドレア・ガブリエーリは1562年から、おそらく1年間ラッソに支持した。アンドレアのジョバンにも1570年代に、 学んでいるかもしれない。ラッソの名声は限られた音楽界の外にも広まるようになり、1570年には、新聖ローマ帝国皇帝マクシメリアン2世から、貴族にノブレツされたが、作曲家には異例の待遇であった。1571年には、教皇グレゴリオ13世より、教皇長騎士に助任され、黄金白社勲章を授与される作曲家に対する待遇は、 それから200年後にモーツァルトに対して行われただけである。1571年と1573年にはシャルル旧世の正体でフランスに訪問した。こうした君主や貴族の中にはより魅力的な地位を申し出てラッソを口説き落とそうとするものもあったが、どうもラッソは報酬よりも自分の地位の確かさとバイエルン宮廷の申し分のない演奏活動に 対する関心が優先したようだ。1580年には、ザクセンコより、ドレス電球庭への就職を打診された際、ラッソは次のように書き送っている。私は、自宅からも、自宅の庭からも、その他のミュンヘンの良いところからも離れたくはないのです。しかしながら別の見方も、可能かもしれない。ラッソは、ルネサンスの作曲家の中では、機械に恵まれて、 家庭人となった数少ない一人であり、結婚するまでに幾多の宮廷を渡り歩くことで、当時の宮廷社会の裏側や暗部を知っていた、可能性がある。おそらく、当時の複雑なヨーロッパの社会情勢や宗教界の分裂を考え、家庭を守る意味から、より高い名声や報酬を棒に振ったのではなかったか。また、当時のヨーロッパ君主や諸侯の駆け引きに乗じることで、 主君から遺留のために報酬が上乗せされたのかもしれない。ラッソは1570年代後半から1580年代にかけて数回イタリアを訪れ、当時の最も進んだ音楽様式と流行に遭遇した。前衛的な作曲家の幼少の地、フェラーラでは、まず間違いなくエステ家のために作曲されたマドリガーレに接している。しかしながらラッソは自らの伝統的な ために保守的な作曲様式にとどまり続け、年を重ねるに従って、より簡素で、より洗練された様式を示すようになる。1590年代には、健康が衰え始め、新規症の治療を受けている。しかしながら今なお作曲に加えて、時折旅行に出ることもできた。絶筆は、聖地を極めた21の宗教間取りガーレからなる曲集。 セーペテロの涙ラグリメイディアイサンピエトロであり、没後に出版された楽譜1595年はローマ教皇クレメンス八世に検定された。後期ルネサンスでは最も多作な世界的作曲家であった。全部で優に二千余りの作品のうち、ラテン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語の声楽曲があらゆるジャンルにわたって作曲されていい。その内訳は、 多数のミサ曲、530曲のモテット、175曲のマドリガーレとビルラネラ、150曲のシャンソン、90曲のリートである。ラッソ作の気楽曲が存在するかは厳密には分かっておらず、作曲しなかったのだとすれば、これほどの幅広い多作家である彼が、当時ヨーロッパの中で流行していた、このジャンルに手を染めなかったことは、大変興味深いことである。 ドイツのバロック時代の作曲家、ベネディクト・アントン・アウフシュナイターは、理想の音楽の一つとして、ラッソを挙げている。ラッソはカトリック・シントだったが、アルプスの向こう側で行われたトリエント公会議の厳格な公式声明にこだわることを良しとはしなかった。ラッソは、比較的寛容な地域に住んでおり、前任者はプロテスタントだった。ほぼ60曲が完全に現存する。 そのほとんどが世俗音楽に基づくパロディミサである。技術的には印象的だが、ラッソの全作品中でミサ曲は最も保守的な部分となっている。ラッソは常に素材となった出展の曲、グレゴリオ聖歌同時代の間取りがあるまでの様式を遵守するが、いつでも最後の筆声まで表情豊かで敬験な性格を失うことがない。 伝統的なパロディミサに加えて、かなりの量の小ミサ曲、ミサブレビスミスサエブリブス、一音節対一音符で作曲された、短時間での礼拝を意図したミサ曲も作曲している。例えば、バイエルンコー・アルブレヒトは、狩りに出向く日に壮大なポリフォニックなミサ曲に、拘束されることを好まなかったらしい。このことを端的に物語る実例が、カルエドのミサ曲、ドイツ語で、ジェイガーマス。 ラテン語で、ミサベナトレムに他ならない。代表的なミサ曲は、原曲不明の、ミサ曲、美しきアンフィトリットミサベルアンファートリートアルテラ、自作の世俗モテットによる、ブドウシュミサミサードイミテシャネムビンボーナム、ベネツヤ学派の複合商用式を採用した、晩年の自作モテットによる、ミサ曲、その口に、我に口づけを授けた前ミサオスキュルトルミーが、挙げられる。ちなみに、 カルードのミサ曲のベネディクトゥス学賞は、サイモンガーファンクルが、デビューアルバムの中で歌っている。その他の天礼音楽には、サンカやソロモンのミアビカ、100曲以上のマニフィカと、セイム週慣日課のためのレスポンソリウム、受難曲、預言者、エレミアの愛か、主要な祭日のための独立した楽曲などがある。ラッソは、ムジカレゼルバータムジカレザーバタ様式の、 作曲家として知られている。大まかに言うと、テクストの内容を音楽に濃密に表出させ、反音外技法を取る作曲様式のことを言い、特に音楽通のために作曲された楽曲の様式を指すとも言われる。ラッソ作品でこの様式を代表する有名な例は、十二曲のモテットからなる曲集、シビラの予言プロファティシベラレムであり、ジェズアルドを連想させるような大胆な反。 音階的火星が広く活用されている。この作品における火星信仰のいくつかは20世紀初頭になるまで二度とお目見えしないようなものもある。ラッソはすべての福音書に基づき受難曲を作曲した。すなわち、マタイ受難曲、マルコ受難曲、ルカ受難曲、ヨハネ受難曲である。全曲とも無伴奏様式で作曲されている。 モテット作曲家としてのラッソは、ルネサンス音楽全体で、最も変幻自在で秀逸である。その作品は、崇高なものから、滑稽なものまで幅広く、しばしば宗教音楽には結びつかないような一末の、融和感覚も忍ばせている。例えば、バビロンの川のほとりにスーパーフラミナ・バブローニツは、スタナイ歌手の風刺であり、口ごもったり、やめたり歌い出したりして、 大体のところ混乱に陥っている。モーツァルト的な作曲態度でというわけではないが、発想としては音楽の冗談に近いものがある。ラッソのモテットの多くは儀式的な機会のために作曲されたが、首脳陣の訪問や婚礼、条約締結などの告示に、楽曲の提供を要請される宮廷作曲家にはありがちなことだった。しかしながら、ラッソが、 最も広い範囲にわたって永続的な名声を勝ち取ったのは宗教的なモテット作曲家としてであった。ラッソのダビデの改春詩編集サミ・デイビデス・ポニテンショルズ全7曲はルネサンス音楽全体の詩編集の中で最も有名な作品である。カレー対違法、自由対違法が使われ、ゴンベールのようなネーデルランド流儀の2模倣様式は避けられているが、それでも 随所で、パレストリーナ作品とは異質の表現手段が使われている。ラッソは、イズコをとっても、情緒的な効果を求めて力を尽くし、テクスチュアの多様性を利用し、テクストの終わりになるまで曲好きに心配りを続けている。この曲集の最終曲、深き淵より我は叫びぬ、でプロフォンディス。詩編第129番は、多くの研究家によって、 同一のテクストによるジョスカンデップレの作品と並んで、ルネサンスのポリフォニー音楽の最も高い水準に位置づけられている。ラッソは、イタリア語のマドリガーレ、フランス語のシャンソン、ドイツ語のリートなど、当時のあらゆる主要な形態の世俗音楽を作曲している。ラッソは、ルネサンス音楽の多作家では、唯一あらゆる言語を用いて作曲しており、ラテン語、イタリア語、 フランス語、ドイツ語、どの言語においても等しい流暢さで作曲した。ラッソの歌曲の多くは、極めて人気が高く、ヨーロッパ中に広く流通した。様々な世俗歌曲においてラッソは、ウィットや歯切れの良さといった特色ある、独創性を示しているにもかかわらず、フランドル学派のポリフォニー様式を遵守している。ドイツ人の兵士が強いゲルマンなまりのイタリア語で、女性を口説こうとする。 オイラの愛しのマドンナさんマトンナミヤキアキャラや、ほーら、楽しい子玉が聞こえてくるよーら、おー、チー・ボン・エコー、こんにちは、我が心の人よボン・ジアン、モン・カー、私は恋願い、恐れるジェー、エスポター・エクレイン、おー、カー、弱き魂よー、ホイブル・エスプリ、寒くて暗い夜、LA、エニックとフラワード・エス・ンバーなどが有名。多くは、ローマ滞在中に作曲された。 このジャンルにおいて、ラッソの様式は明晰かつ簡潔で、たやすく覚えられるような旋律が使われている。頻繁に、悲しいかなラッソという歌詞を、署名に用い、しかもしばしばそこに、イオと、トオの音列、すなわちラッソを割り当てている。紳士のマドリガーレにおける、ペトラルカの詩から、愉快なカンツオネッタの、至ってた愛もない因文まで、詩人の選択は幅広い。 ラッソは、しばしばマドリガーレの連作を好んだ。例えば、五世のためのマドリガーレ第四巻は、ペトラルカの六行六連詞に始まり、二部構成のソネットがいくつか続き、最後にもう一つの六行六連詞に結ばれる。従って、付属の楽章を持ったマドリガーレの連続体として、この曲集は響くのである。ラッソが洗練させた、もう一つの世俗音楽のジャンルであり、 約150曲を残している。シャンソンの多くは1550年代まで遡るが、ドイツに移住してからもその作曲を続けた。最後のシャンソンは1580年代に成立している。ラッソの作品中でもシャンソンはヨーロッパ中で人気を、白紙、リュートや鍵盤楽器などのための器楽曲に幅広く編曲された。 ほとんどのシャンソンは1570年代から1580年代にかけて3つの曲集において出版されている。様式的に見て威厳があって厳粛なものから愉快でゲビタ、エロティックな楽曲までと幅広く、さらには酒場に似合いの酒飲み歌まである。ラッソによる世俗作品の3つ目のタイプ。そのほとんどはシャンソンやマドリガあとは、 響きの上でも様式においてもかなり異なっていることから明らかに異なる聴衆のために作曲されている。その上リートはラッソのご半生になって作曲されており、1567年まで一曲もこのジャンルに手を染めていない。その頃ラッソはすでにミュンヘンに定着していたのにである。多くのリートは宗教的な主題を持っているが、軽くてコミカルな詩も厳然としている。 ドイツ語の酒飲み歌も作曲しており、シャンソンの酒飲み歌と交代賞を成している。角の道楽の不幸をいさめる歌もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。